の国家事実上は国王が亡命した1941年に公式にはユーゴスラビア連邦人民共和国成立前の1945年に滅亡した第一次世界大戦の結果敗戦国であるオーストリア・ハンガリー帝国はその領土の多くを喪失した戦後処理の過程においてセルビア王国主導の反スラブ主義のもと コルフ宣言に基づいた南スラブ人国家の創設が進められ、セルビア、モンテネグロと共に、旧オーストリア・ハンガリー帝国領のスロベニア、クロアチア、ボスニアを合併した連合王国であるセルビア人、クロアチア人、スロベニア人王国が成立した。前身は1882年成立のセルビア王国であり、1918年に短期間存在した。 スロベニア人、クロアチア人、セルビア人国を吸収する形で建国された。王国は1918年に、スロベニア、クロアチア、ボスニア・ヘルセゴビナ、ボイボディナ、セルビア、モンテネグロが統合されて成立し、当時セルビアの領土であったコソボ、バルダル・マケドニアもその領域内に組み込まれた。成立から11年の間、公式な故称は、セルビア人。 クロアチア人、スロベニア人王国であった。一方で、ユーゴスラビアの故障は、この王国を表す通称として、ごく初期の頃から使われていた。政府は主に、セルビア人によって運営され、ヒセルビア人勢力との対立が続いた。1928年、非セルビア人の有力政党である、クロアチアの民党の指導者スティーパン・ラディッチが暗殺され、 国内の政治的混乱は急速に深まった。翌1929年には国王アレクサンダル・一世が憲法を停止し国王独裁制を布告した。国王は国王を正式にユーゴスラビア王国に解消するとともに政治改革を断行し事態の収拾を図った。強大な権力を手中にした国王アレクサンダル・一世は 中央集権化を進めたが、1934年にマルセイユで暗殺され、ペータル2世が即位した。その後、政府はヒセルビア人の要求に対してある程度寛容になり、1939年には特に強い反発のあったクロアチア人に対し、その自治権を大幅に認めて、クロアチア自治州を設立させることで妥協が成立した。 第二次世界大戦が勃発した当初、ユーゴスラビア王国政府は親ドイツ路線を取り、1941年3月25日に、日独位三国同盟へ加入する意思を表明した。しかし、これに反対する国軍将校らがクーデターを起こし、政権は崩壊した。新政権は、ナチスドイツとの同盟堅持を宣言したが、4月6日に、ドイツ軍と、 その同盟軍の侵攻を受け、4月17日に降伏。ユーゴスラビアの領土は分割占領され、セルビア地域には、ミランネ・ネリッチ率いる、海儡政権のセルビア旧国政府が樹立された。また、クロアチア人の民族主義団体ウスタ社は、ユーゴスラビアを解体し、クロアチア独立国を成立させた。ユーゴスラビア王国政府は、ロンドンに亡命政権を樹立し、 対独抵抗運動を展開したが、実際に運動を指導したのは、ヨシップ・ブロズ・チトを率いるパルチザンであった。チト主導で1943年に成立した、ユーゴスラビア民主連邦は、独力での抵抗運動を続け、ドイツの敗戦後、国王ペータル2世の帰国を拒否した。1945年11月29日には、正式に国家としての、 ユーゴスラビア連邦人民共和国が成立し、ユーゴスラビア王国は、名実ともに消滅した。第一次世界大戦中の1917年、コルフ島に置かれていたセルビア王国亡命議会は、コルフ宣言を採択し、ユーゴスラビア王国の建国を決定した。1901年から、カラジョルジェビチ家によって用いられた王冠。 歴代のユーゴスラビア王が体感した。王国は1918年12月1日、セルビア人、クロアチア人、スロベニア人王国、略称、SHS 王国、クレリエビナ SHS、として成立した。1918年12月1日、王国は、国王ペータル一世の摂政王子アレクサンダル一世によって、設立が宣言された。 新しい王国は、独立した王国であったセルビア王国、モンテネグロ王国と、公式には、オーストリア・ハンガリー帝国の南部の領土であった、スロベニア人、クロアチア人、セルビア人国を合わせて成立した。オーストリア・ハンガリー帝国の領土のうち、ハンガリー王国領に属していたクロアチア、スラボニア、ボイボディナ、並びに、オーストリア領のクランスカ、シュタイエルスカの一部、 ダルマチアの大部分、そして帝国の直轄州ボスニアヘルセゴビナはユーゴスラビア王国の領土となった。建国当初の地域区分新しい王国の設立は、ハンスラブ主義やセルビア民族主義の支持者によって支持された。ハンスラブ運動の立場からは、すべての南イスラブ人は一つの国家のもとに集まり、すべての人々が、 スラブ人として互いの才を埋めることが望まれていた。セルビア民族主義の立場からは長らくの目標であったバルカン半島各地のセルビア人居住地域をすべて統合する大セルビアの理想が初めて実現したと見られていた。ユーゴスラビア王国は北西でイタリア、オーストリアと北でハンガリー及びルーマニアと東でブルガリアと南でギリシャ及び アルバニアと国境を接し、西はアドリア海に面していた。住民投票はケルンテンでも行われ、この地方はオーストリア領に泊まることを選択した。ダルマチア地方の港町ザダルや、複数のダルマチアの島々はイタリア王国に割上された。リエカはユーゴスラビアに帰属することとされたが、間もなくガブリエーレ・ダンヌンツィオライに占領され、 1920年11月12日、ユーゴスラビアとイタリアは、ラパリロ条約を締結して、自由都市フィルメを成立させることで合意した。新しいユーゴスラビアの政府は、地域の政治的、経済的な統合を模索したが、その民族的、宗教的、言語的、歴史的な際、そして、経済開発のレベルの違いの大きさのため、地域統合の道は難航した。 ニコラ・パシッチ。何度にもわたって、ユーゴスラビア王国の首相の座に就いた。1918年12月1日の宣言の直後から、ニコラ・パシッチを主犯とする新政府の樹立で、セルビア政府とスロベニア人、クロアチア人、セルビア人国の人民議会の間で合意された。しかし、この決定が、摂政の承認を求めた時に拒絶され、 早くも最初の危機を迎えた。各政党は、これを、議会制の原則に対する侵害としたが、パシッチに変えて、ストヤン・プロティッチを主犯とすることで合意が図られた。プロティッチは、パシッチの人民急新党の中心的メンバーの一人であった。新しい政府は1918年12月20日に発足した。民主党を率いた。 ダビドビッチ政権議会の選挙が行われるまでの間まで臨時議会が王国の議会の役割を果たしていたが選出された議員は王国成立前の各領域で別個に選出されていた議員だった政党の再編によって旧オーストリアハンガリー帝国領のセルビア人野党が主導して新しく民主党を発足させた民主党は臨時議会で最大派閥となり 政権の中核を担うこととなった。リュボミル・ダビドビッチ率いる民主党が高度に中央集権化された政策を取ったため、クロアチア人大義士の多くが反対派に回った。しかし、11人の閣僚を出す民主党に対して、旧新党からは3人に止まったことについて、急進党は不満を持ち、1919年8月16日に、プロティッチは、 首相の職を辞した。そのため、ダビドビッチは新たに、社会民主党と連立を組んだ。新しい連立政権は、議会の半数を確保したものの、臨時議会の成立要件は過半数と一議席の出席であった。反対派は議会をボイコットしたため、政権側の議員が全員議会に集まっても必要な出席数を充足することができず、議会運営は停止した。 ダビドビッチは直ちに政権を辞職したものの、誰もその後の政権を取ることができず、再度ダビドビッチが首相となった。反対派はボイコットを続けたものの、政権はこれを無視して、政策を遂行するより他ないとした。反対派はこれを非難し、自分たちを議会共同体と称し始めた。ダビドビッチは、状況は受け入れがたいとし、また国王から、 直ちに政権議会の選挙をするよう求められた。議会共同体は、ストヤン・プロティッチを主犯とする政権を発足させ、議会の正常化と、全政権による急激な中央集権化の是正を進めた。全政権による急激な土地改革への反発も、新政権をまとめる要因となった。少数のグループが立場を変えていったが、プロティッチ政権は過半数を維持していた。 しかし、今回は民主党と社会民主党が議会をボイコットしたため、プロティッチ政権もまた議会での必要な出席数を満たすことができなくなった。したがってこの政権を形作った議会共同体もまた規定に反する状態となった。全政権下の臨時議会での出席数規定の無視によって形成された議会共同体にとって自身が この規定に反する行動を取ることは極めて困難であった。1920年4月、鉄道労働者のストライキを含む広範な労働者の放棄が発生した。グリゴリーエビッチによると、この放棄が2つの主要政党に相互の差異を埋めさせる圧力となった。交渉は成功し、新政権の形成のためプロティッチは辞任し、 中立的な政治家として、ミレンコ・ベスニッチによる政権が誕生した。社会民主党は、かつての連立パートナーであった、民主党とは、行動を別にした。これは、新政権による、反共産主義の政策に反対したためである。かつて党割る問題となった議論は、依然続いていた。民主党はなお中央集権化と、急激な土地改革を推し進めていた。 選挙法に関する意見の不一致により民主党は再度政権に対して反対票を投じ政権は否定された。ただしこの時の議会は必要な出席数を充足しておらずベスニッチはこの議決は効力を持たないとした。これによってベスニッチは旧新党との間で中央集権化の必要性について合意し民主党は代わりに 土地改革を放棄した。これによってベスニッチは政権に止まることが決まり、新しいベスニッチ政権が発足した。クロアチア人共同体とスロベニア人民党は、旧新党が中央集権化を受け入れたことに対して、大いに不満を持った。ストヤン・プロティッチにとっても、このことは問題であり、プロティッチはそのために政権から去った。1920年9月、 クロアチアで農民の武装放棄が起こった。家畜として飼っていた牛への課税が直接の原因だったが、クロアチア人共同体は政府の中央集権化政策を非難し、特に内務大臣のスベトザル・プリビチェビッチが非難の的となった。臨時議会で可決された数少ない法の一つに政権議会の選挙に関する法があった。 新しい国家を形作る前に行われた交渉によって投票は普遍的な秘密投票とすることが決定されていた。実際にはこれは実現されなかった。新しい国家を作る運動の初期には普遍的な選挙には女性参政権も放課にし得ると考えられており、社会民主党とスロベニア人民党は女性参政権を支持したものの、 旧新党はこれに反対した。民主党は女性参政権には肯定的であったが、これを議題とするまでには至らず、女性参政権の案は否定された。選挙には比例代表制が採用されたが、採用された方式は大政党や地域的な支持の強い政党に有利であった。 旧新党と民主党選挙は1920年11月28日に行われた。事前の予想では民主党が旧新党を抑えて多くの議席を獲得すると思われていたが実際には両党の議席数は同じであった。臨時議会では支配的であった民主党にとってこれは敗北であった。さらに民主党は 旧オーストリア・ハンガリー帝国領では特に悪い結果となった。これによって中央集権化はユーゴスラビア人一丸となっての願いであるとする民主党の信念は打撃を受けた。旧信党はこの地域では決して良い結果ではなかったものの旧信党は公然と自身をセルビア人政党を規定しており旧オーストリア・ハンガリー帝国での不信は 大きな問題ではなかった。これによって、旧進党のニコラ・パシッチに大きな力が集まり、ユーゴスラビアの中央集権化を進めるためには、民主党は旧進党と組むという選択肢しかなかった。パシッチはこれまで、クロアチア人政党と組む選択肢を常に残しておくことに気を使っていた。ユーゴスラブムスリム組織とジェミエと東ニ主党と、 旧進党の連立のみでは政権を維持するのに十分ではなく、そのために党に加えて、ユーゴスラブムスリム組織を連立に加えた。ユーゴスラブムスリム組織は、ボスニアの境界線の維持と土地改革によっていかにボシュニャク人の土地所有者が影響を受けるかに焦点を当てており、これらについてに党と,うとう合意を得た。連立与党は、さらなる連立パートナーを必要としていた。 連立交渉の最終段階になって、コソボやマケドニアのイスラム教徒を主体とする、ジェミエと等を加えることで合意した。クロアチア共和農民党と、ユーゴスラビア共産党最も劇的に、議席数を伸ばしたのは、二つの反体制派の政党であった。一つは、クロアチア共和農民党であり、その党首は選挙戦が始まったために習慣を解かれたばかりであった。 しかし、グリゴリーエビッチによると、選挙運動よりも彼らへの妨害の方が彼らを助けたという。クロアチア人共同体は政権に参画したことによって極度に人気が落ち、全議席を失った。勢力を伸ばしたもう一つの党は、ユーゴスラビア共産党であり、特にマケドニア地方で強い支持を受けた。その他の議席は民主党による、 中央集権化成功に会議的な小政党によって締められた。クロアチア共和農民党は、ユーゴスラビアは共和制とすべきとの信念から王政を認めることにつながる王への宣誓を拒否したため、選挙で獲得した議席を得ることはできなかった。野党の多くは、過去同様にボイコットを宣言したため、議会での反対は少数に止まった。憲法では、 1918年のスロベニア人、クロアチア人、セルビア人国とセルビア王国との合意による範囲数と一議席の賛成で可決とする規定を多数の反対派を無視するものとして可決には66%の賛成が必要としていた。1922年に設置されたオーブラスチ・アレクサンダル一世1921年6月28日、ビトスの日に 憲法は可決され、統一的な王国が成立した。第一次世界大戦前の伝統的な地域区分は廃止され、中央政府の統治のもとに置かれる33の行政主が設置された。この間、8月16日に、ペータル・ウィッセイは死去し、アレクサンダル・一世が国王となった。民主党のリュボミル・ダビドビッチは、これまで民主党が進めてきた。 中央集権化政策に疑問を持ち、野党との交渉に応じる姿勢を見せた。このことは、党内の亀裂を発生させ、スベトザル・プリビチェビッチから反対を受けた。さらにこのことは、パシッチに連立政権崩壊の口実を与えた。国王は、パシッチに対し、プリビチェビッチの民主党との連立政権を組むよう、命じたものの、パシッチは、プリビチェビッチに対して、 ほぼ受け入れ不可能な条件を出したことによって、選挙実施の命令とともに、純粋に急進党の身の政権が誕生した。セルビアでは、急進党は善戦し、さらに統制を拡大したものの、スティエパン・ラビッチの農民党も、また統制を拡大していた。中央集権派のセルビア人の政治からは、セルビアが、ユーゴスラビアの統一の中核であり、それはイタリアにおける。 ピエモンテ、ドイツ帝国におけるプロイセンと同様の存在であり、大セルビアの実現であるとみなしていた。クロアチア人によるセルビア中心的な政策への反発は年々強まっていった。1920年代初期の頃、首相ニコラ・パシッチ率いるユーゴスラビア政府は投票者や少数民族に対して警察を使って圧力を加えた。 政権は彼らの観光物を没収し、各種の不正選挙が行われた。これは、その後もユーゴスラビア議会で大勢力を持ち続けた、クロアチアの民党に対して効果は薄かったが、旧新党の主要な競合政党である民主党には打撃を与えた。1924年にローマ条約が締結され、自由都市フ冬メの大部分の領域が、イタリア領となった。 イタリアとの国境をめぐる緊張は続いた。イタリアはさらに多くのダルマチア地域の領有を望む。一方、ユーゴスラビアは旧オーストリア帝国領からイタリア領となっていたイストラ半島を求めていた。イストラ半島には多くのクロアチア人やスロベニア人が居住していた。クロアチア共和農民党の党首スティエパン・ラディッチは政治的理由により何度も投獄された。 ラディッチは1925年、クロアチア共和農民党の党明から、共和を外して、クロアチア農民党とすること、ビドブダン憲法を認めることを表明した。ラディッチは釈放され、議会に復帰した。議場内で襲撃された、ラディッチ1928年発、クロアチア農民党のラディッチと、スベトザルプリビチェビッチは、イタリアとの熱中の協定の批准をめぐる。 議会内での暴力事件によって負傷した。彼らはセルビアの民族主義経営野党を動員したが、政権与党からは殺害の脅しを含む暴力的な反発を受けた。1928年6月20日、政権与党に属するモンテネグロ人の大議士、プニシャ・ラチッチは、クロアチア農民党の5人の議員に対して発砲した。2人が死亡し、ラディッチも、 既得となった。野党は完全に議会を去った。野党は複数の大議士が殺害された議会には決して戻らないと宣言し、新しい選挙を求めた。8月1日、ザグレブでの会合で、1920年12月1日宣言を放棄した。この中で統合に関する交渉の白紙化を求めた。8月8日、スティエパン・ラディッチは死去した。 1>, 1月6日独裁制で設置されたバノビナの地域区分その後ほどない1929年に1月6日、銃撃に橋を発する政治危機を理由として、国王アレクサンダルは憲法を停止し、議会を解散、1月6日独裁制と呼ばれる独裁体制を敷いた。10月3日には、アレクサンダルはまた、国名を正式にユーゴスラビア王国に改めた。 国内の地方区分は改組され、33の州は廃止されて9の州が新設された。1931年、アレクサンダルは新しい憲法を発布し、国王に絶対的な権力を与えた。普通選挙制の導入が決定された。国王はユーゴスラビア統一主義を掲げ、国家の統一を上から押し進めた。秘密投票の条項は取り除かれ。 政権与党に投票する、要有権者に圧力がかかるのが、アレクサンダル統治下のユーゴスラビアの選挙の常となった。さらに、上院の半数は国王によって直接指名され、さらに両院のうち一方で可決された、法案は国王の賛同を得れば、効力を発揮する。新体制に対する、クロアチア人の反発は大きく、1932年末に、 クロアチアの民党は、ザグレブマニフェストを発布し、セルビア人による河川と独裁性の廃止を求めた。ベオグラードの政府はこれに対して、政敵の逮捕で応じ、クロアチアの民党の党首ブラトコマチェクも逮捕された。このような対応にもかかわらず、独裁性への反対は続き、クロアチア人は、クロアチア問題と呼ばれた。この問題の解決を求め続けた。 1934年、国王アレクサンダルは、マチェクの釈放と、民主主義の再導入を計画し、セルビア人とクロアチア人の一致点を探ろうとした。1939年に設置されたクロアチア自治州、副首相就任を宣誓するマチェク1934年10月9日、国王アレクサンダル一世と、フランス外相、ルイ・バルトゥーは、 フランスのマルセイユにて暗殺された。暗殺を実行したのは、ベリチュコ・ケリンであり、ケリンは、内部マケドニア革命組織のマケドニア人、活動家として、ユーゴスラビア国外に暮らす移民や、非合法政治団体と共謀し、クロアチア人の極右過激ハウス他社との協力のもと、暗殺を実行した。アレクサンダルの長男ペータル2世は、まだ幼かったため、 アレクサンダルの意志に基づいて三人からなる、摂政団が、王の責務を負うこととなった。摂政団を主導したのは、ペータルのいとこにあたるパブレ・カラジョルジェビチであった。1930年代、連邦構想をめぐって、セルビア人とクロアチア人との間の、民族的緊張は高まり続けた。セルビア人は、バルダル・マケドニアと、モンテネグロ、ボイボディナは、 セルビアと一体であるべきとする一方、クロアチア人は、ダルマチアやボイボディナの一部を求めた。そして、双方ともボシュニャク人の住むボスニアヘルセゴビナを求めていた。1938年のナチスドイツの慎重によって、クロアチア問題解決の必要性は逼迫し、1939年、摂政王子パブレは、首相に、ドラギシャツベトコビッチを指名し、 反対派のクロアチア人との合意を求めた。これに基づいて1939年8月26日、クロアチア農民党のブラトコマチェクは、ユーゴスラビア副首相となり、ユーゴスラビア王国の中に、クロアチア自治州とその議会が設置された。これらの改革に対して、セルビア人は、クロアチア自治州の中に住む、セルビア人の地位を不安視し、 ボスニア・ヘルツェゴビナの分割戦に不満を持った。他方で、クロアチア人の極右過激派組織ウスタ社は、ボスニア・ヘルツェゴビナ全域を含むクロアチアの即時、独立を求めており、自治州に反発した。第二次世界大戦が始まった後の1940年、ドイツは、ソビエト連邦との本格的な戦争を始める前に、後輩地にあたるバルカン半島の支配を固め、 ギリシャに駐留するイギリス軍を排除する必要が生じた。同年11月にはハンガリー、ルーマニア、ブルガリアが相次いで日独遺三国軍事同盟に加わったためユーゴスラビアはかねて友好関係にあったギリシャ以外の国境を数軸国の勢力に包囲されることになった。この情勢の下で数軸国による武力制圧を危惧した摂政。 パブレは1941年3月25日、三国軍事同盟に加わり、数軸国に協力することを決定した。この決定に対して、ベオグラードでは大規模な抗議行動が展開された。翌々日の3月27日には、イギリスの支援を受けた、国軍将校らによる1941年、ユーゴスラビアクーデターが起き、パブレの政権は倒れた。 17歳の国王ペータル二世は青年に達したものとされ、摂政を排除して統治権を掌握した。新政権の首相には、ドゥシャン・シモビッチが任命された。新政権は、イギリスがユーゴスラビアを、数軸国から守ってくれることを期待して、公式には三国同盟に止まるとしつつも、数軸国への協力の約束は骨抜きにする態度を取ったが、実際にはイギリスに、 そのような余力はなく、4月6日に、ドイツ軍を中心とする、数軸国軍は、ユーゴスラビア領内に侵入し、ほどなくして、全土を制圧した。亡命先でのペータル2世とシモビッチ首相国王、ペータル2世と、摂政、パブレラ王室のメンバーのほとんどが、国外に脱出し、ペータル2世はイギリスに亡命政権を樹立した。ペータル二世は亡命した後も、 連合国からは、ユーゴスラビア国王として正当な国家の代表と認められていた。1941年5月13日から、セルビア人を主体とするチェトニックは、ユーゴスラビア王党派の将軍ドラジャ・ミハイロビッチの指揮の下で活動を始めた。その後長期にわたって、チェトニックは、イギリスやアメリカ合衆国、ペータル2世率いるユーゴスラビア亡命政府の支援を、 受けていた。1941年から1943年にかけてのユーゴスラビア。薄茶はクロアチア独立国。灰色はドイツ軍政が行われていたセルビア旧国政府。薄梅は名目上セルビア領だがドイツの支配が行われていたバナと薄緑はイタリア支配下のモンテネグロ。濃灰色はドイツ。緑はイタリア。オレンジはハンガリー。 王女色はブルガリアによる占領地もしくは併合地域。ユーゴスラビア王国はその後数軸国によって分割された。ドイツ、イタリア、ハンガリー、ブルガリアはユーゴスラビアの国土の一部をそれぞれ自国に併合した。大ドイツはスロベニアの大部分にまで拡張された。イタリアはダルマチアの一部及びスロベニアの3分の1強を。 自国領に編入した。大クロアチアはクロアチア独立国として独立を承認された。セルビアの残された部分はミラン・ネディッチを主犯とするセルビア旧国政府が設置されたが、実質は傀儡政権でありドイツ軍の軍政下に置かれた。ネディッチは自らが率いるセルビアをユーゴスラビアの継承国家と位置づけ、 イギリスにいるペータル2世をセルビア国王とすることをドイツに認めさせるために努力したが実現にしなかった。モンテネグロは一部の領土がイタリアの支配下にあったアルバニア王国に併合された。イタリアは旧王家のペトロビチニエゴシュ家のミハイロを擁立しようとしたが彼は王位を拒否した。1941年7月12日、イタリアの支援下にあった国会は 王が存在しないまま、モンテネグロ王国の摂政委員会を設立した。しかし、翌7月13日に、モンテネグロ全土で大規模な放棄が発生し、王国建設の計画は棚上げされた。しかし、戦争の進行に伴って支配を拡大していたのは、共産主義者のヨシップ・ブロズ・ティトを率いるパルチザンであった。1942年、 ティトはユーゴスラビア人民解放反ファシスト会議を創設し、終戦後のユーゴスラビアの統治機構の受け皿の整備を始めていた。1943年、ティトはユーゴスラビア民主連邦の樹立を宣言した。連合国もやがてティトのパルチザンがドイツの占領に対してより強固に抵抗していることを理解した。連合国は王党派のチェトニックに代わって、 ティトーのパルチザンにより大きな支援を与えるようになった。1944年6月16日のビス条約では、ユーゴスラビアの法的な統治者である亡命政府と実際の統治者であるティトーの政府の統一が定められた。1945年初期、ドイツ軍が放逐された後、ユーゴスラビア王国は形式上は再興された。しかし、 実際の政治権力はティトーラの共産主義者パルチザンが握っていた。1月29日、ペータル2世はユーゴスラビアの共産主義者の政権議会によって廃位されたが、その後もペータルは亡命状態での王位を主張した。12月2日、共産主義政権は全土をユーゴスラビア連邦人民共和国とすることを宣言した。新しいユーゴスラビアは、 かつてのユーゴスラビア王国の国土とほぼ同じであったが、王政は失われた。ユーゴスラビア王国では、クロアチア人の民族性の承認やクロアチアの独立、あるいは自治に関する、クロアチア問題は、常に、重要な課題であり続けた。ユーゴスラビアの諸制度の多くは、セルビア王国のものをそのまま継承しており、セルビア人は自らを、 ユーゴスラビアの中核をなすものと考えていた。議会では、セルビア人主体の政党が多くの議席を占めており、セルビア人は国家運営の実権を握り、他民族を周辺的な地位へと追いやっていった。また、国家の成立の過程では、旧オーストリア・ハンガリー帝国領では、セルビア王国よりも負担の大きい帝国時代の税制が引き継がれ、 帝国の通貨クラウンのユーゴスラビアディナールへの交換比率も低く抑えられると、旧帝国領の住民に不利な政策が取られた。地方の関係や自治体の主張には、地元の民族出身者よりも旧セルビア王国領からセルビア人が送り込まれて登用された。クロアチア人は、かつての帝国時代には独自のクロアチア議会を維持していたが、こうした事実すらも否定され、 中央集権的なユーゴスラビア王国に組み込まれることに、クロアチア人の民族主義者の反発は非常に大きかった。クロアチア共和農民党は、クロアチア民族主義、農民主義、共和主義の政党として、王政の否定とクロアチアの独立を求めていた。同党の党首スティエパン・ラディッチは、我々は800年の闘争を通じて、ハンガリーとオーストリアに屈しなかった。 今や我々は自由になったというのに、セルビアに屈する理由などないと述べている。1923年の選挙を境に、クロアチア人の多くが、クロアチア共和農民党を支持するようになった。ユーゴスラビア王国の初期の頃、クロアチア共和農民党は、クロアチアの完全自治と共和制を目指しており、王国議会をボイコットしていた。百二十三年頃から、 クロアチア共和農民党は完全独立に代わって連邦主義を模索するようになった。クロアチア共和農民党はスロベニア人民党やユーゴスラブムスリム組織と連携して連邦主義ブロックを結成した。1924年に党幹部のラディッチらが逮捕された後、1925年にラディッチが釈放される際には王政とビドブダン憲法を認め、 東明から共和を外すことなどを表明した。クロアチア農民党は連立与党の一員となったが、クロアチア農民党の政策は連立相手である旧新党から反対にあって実現されず、1927年には連立を解消して再び野党となった。1938年の5月から6月にかけて、ネットの協定の批准をめぐって、クロアチア、 ダルマチア、スロベニアで抗議行動が発生した。ラディッチもクロアチア人の土地をイタリアの危険にさらす、この協定に強く反対し、公然と批判を行った。セルビア人とクロアチア人が鋭く対立する中、セルビア人の大議士、プニシャラチッチの演説中に、クロアチア農民党の議員が侮辱の言葉を発した。 これによって議会が紛糾する中、ラチッチは大セルビア万歳と叫びながら、クロアチアの民党の議員らに向けて発砲し、二人が即死し、ラディッチも重傷を負って後に死亡した。ラディッチは死の直前、後継者のマチェクに対して次のように語っていた発砲事件の後の1929年に1月6日。 国王アレクサンダル一世は独裁制を宣言し、憲法の停止、議会の解散、さらに宗教や民族に基づく、あらゆる政党の解散を命じた。ラディッチの後を継いで、クロアチア農民党の党首となっていた、マチェクに対して、アレクサンダル一世は、クロアチアの分離を提案した。しかし、この提案は、ザグレブ周辺のクロアチア地域のみを分離するものであり、 クロアチア人の多く住むスラボニアやダルマチアが含まれていなかったことからマチェクはこの提案に反対し実現されなかった。次にアレクサンダルは古くからの地域的民族的な要素を排除することで国家の統合を図ることを目指し国名を正式にユーゴスラビア王国に改め歴史的な地域区分を廃して川の名前などを取って付けた。 新しい9つの州に再編、政府の閣僚に対しては、ただ、ユーゴスラビア人としての未政治に参加するよう求めた。歴史的な地域を分断され、民族政党を禁止された、クロアチア人、スロベニア人、ムスリム人などは、アレクサンダルの独裁性に強く反発した。こうした中で、クロアチアの民族主義過激派、ウスタ社とマケドニアの民族主義過激派、 内部マケドニア革命組織などの過激派が慎重し、アレクサンダルは、両組織の協力のもと、暗殺された。アレクサンダルの死後、摂政王子パブレの下に成立した、ツベトコビッチ政権は、マチェクとの間で、クロアチアの自治に関する交渉を持ち、ツベトコビッチマチェク合意に達した。これによって、クロアチア自治州の設置が決まり、外交や貿易、 郵便通信、国防を除くすべての権限が自治州に与えられることとなった。しかし、クロアチアではすでにウスタシャが勢力を拡大しており、大クロアチアの反とクロアチアの武力による完全独立を求めるウスタシャは、街へクラクロアチアのミ民党を激しく非難した。1941年に、 数軸国がユーゴスラビアに侵攻すると、ユーゴスラビアは解体され、ウスタシャによって、クロアチア独立国が成立した。ユーゴスラビア王国は、第一次世界大戦の連合国と、緊密な関係を持っていた。特に1920年から1934年までの間、ユーゴスラビアは、伝統的に、イギリス及び、フランスの支援を受けていた。 商教書を1920年から1921年にかけて、ユーゴスラビア王国はチェコスロバキア及びルーマニアと商教書と呼ばれる同盟関係を築いた。これは第一次世界大戦後に三国がハンガリーから獲得した領土を守るための対ハンガリーを意識した同盟であった。しかし、 チェコスロバキアとルーマニアに対するハンガリーの領土拡張要求に対してユーゴスラビアは共同行動を取らず、消去症は間もなく機能を失った。バルカン同盟1924年、ユーゴスラビア王国はギリシャ、ルーマニア、トルコと共にバルカンブロックを形成した。この同盟はバルカン半島の安定化を意図したものであり、 1934年2月9日にバルカン協唱として公式化された。しかし、同年10月、ユーゴスラビアのアレクサンダル一世が訪問先のマルセイユで暗殺され、ユーゴスラビアが外交方針を転換したことにより、同盟は崩壊した。対イタリア関係イタリア王国は、ユーゴスラビア王国に対する領土的安心を持っていた。 イタリアとユーゴスラビアの前身であるセルビア王国及びスロベニア人、クロアチア人、セルビア人国との関係は第一次世界大戦時に悪化し敵対関係となった。イタリアはベネツィア共和国の領土であったダルマチアの領有を主張しており、イタリアの政治家とユーゴスラビア諸地域の政治家はダルマチアをめぐって対立した。 1918年11月1日、スロベニア人、クロアチア人、セルビア人国がオーストリアから露隔した戦艦 SMS ビリブスニーティスをイタリアが撃沈したことにより、緊張関係は現実の衝突へと発展した。イタリアは対ユーゴスラビアで利害の一致するアルバニア、ハンガリー、ルーマニア、ブルガリアと協力関係を結び、 この関係は1924年から1927年まで続いた。1925年、イタリアのファシスト指導者ベニート・ムッソーリーニは、ユーゴスラビアに対して、海戦の脅しをし、その後イタリアとユーゴスラビア政府は、イタリア人のダルマチアへの無条件の移動を認める、ネットの条約を結んだ。ユーゴスラビア人たちは、 この動きをイタリアによるダルマチア植民地下への幸福とみなし反対した。アドリア海東岸のイタリアの飛び地ザーラでは、イタリアの大役軍人協会がユーゴスラビア人を豚とする反ユーゴスラビア局を叫び、同協会がイタリアのダルマチア領有を主張したことから、ザーラにおけるイタリア人とユーゴスラビア人の政治的状況は敵対的となった。 これらの動きや態度は、ユーゴスラビア人の間に、イタリアに対する怒りをもたらし、1928年には、大規模な反イタリア抗議行動が展開され、ムッソリーニを引きずり下ろせ、ファシズムにしよう。そして、熱ッの条約を破棄せよ。アレクサンダル国王万歳。などと叫び、ユーゴスラビア政府の態度や、ユーゴスラビア議会での与野党間の暴力を非難した。 これに引き続いて、ザグレブやドゥブロブニク、スプリトなどで、ユーゴスラビア人らが、イタリア領事館を襲撃し、ムッソリーニの肖像画を焼き捨てる、イタリア国旗を領事館から引き下ろして燃やすなどの行動が起こった。1927年、イギリス及び、フランスの協力のもと、イタリアは反ユーゴスラビア同盟から撤退した。イタリアのファシスト指導者ベニートムッソーリーニは、 アンテパベリッチ率いるクロアチアの極右民族主義勢力スタ社を受け入れてイタリアに住まわせ対ユーゴスラビア戦争に備えて軍事訓練の場を提供したハンガリーもまた同様のスタ社の軍事訓練施設を受け入れたムッソリーニはパベリッチに対しローマに住むことを認めた友好協定1927年イタリアの拡張主義の高まりに対して ユーゴスラビア王国政府はイギリス及びフランスとの友好協力合意に調印した。公式に確認されているアレクサンダル一世の最後の言葉はユーゴスラビアを救え、そしてフランスとの友好王であった。アレクサンダルの後継者たちは前者のために最善の努力を尽くしたが、後者のフランスとの友好に関しては次第に廃れていった。それには、 複数の理由があった。1930年代中期の時点でフランスは内部分裂状態にあり、東ヨーロッパでの重要性は低下し、同盟国の支援は次第に困難になっていった。これによって東ヨーロッパでのフランスの同盟国はいずれも深刻な経済苦境に陥った。それに比べてドイツはこれに代わる協力関係を 東ヨーロッパ諸国と結ぶことを望むようになった。この動きは、対フランス関係を重視する東ヨーロッパの国々の意向に反するものと考えられた。イタリアによるウスタシャ支援は、ドイツのイタリアとの関係の緊密化の意向を促進した。マチェクはイタリアがユーゴスラビアからのクロアチアの分離を支援するだろうと主張すると、セッ王子パブレは。 イタリアとの関係改善は不可避であると判断した。クロアチアの民党がイタリアからの支援を受ける可能性を潰すために、イタリアとの友好条約が1937年に結ばれた。これによってムッソリーニは、ウスタ社の指導者の一部を逮捕し、ウスタ社によるユーゴスラビアへの脅威は回避された。1938年、ドイツはオーストリアを併合し、 ユーゴスラビアの隣国となった。イギリス及び、フランスのこれに対する反応は弱く、続く、ズレーデン危機のさなか、ユーゴスラビア政府は、欧州大戦が避けられないこと、イギリス及び、フランスの支援は期待できず、ユーゴスラビアは中立を維持すべきであることを決定した。パブレの個人的なイギリスへの愛着や、セルビアの伝統的なフランスへの系統にもかかわらず、 このように決定された。イタリアやドイツは、ユーゴスラビアの国内問題に干渉を試み、マチェクはその恩恵を受けた。最終的に、セッション、パブレは1939年8月、クロアチア自治州の設置に同意した。しかし、これでも、ドイツやイタリアからの圧力はやまず、ユーゴスラビアの戦略的立場は悪化し続けた。ユーゴスラビアは、 ドイツ市場への依存度を高める一方、1939年4月には、イタリアがアルバニアを侵略し、併合した。1940年10月、イタリアはギリシャを攻撃した。この時点で、フランスはすでに、ドイツ占領下となっており、ユーゴスラビアにとってイギリスのみが期待できる、同盟国となった。ユーゴスラビアは、ソビエト連邦を承認していなかった。イギリスは、 ユーゴスラビアの対戦への参戦を期待していたが、ユーゴスラビアはこれを拒絶していた。1940年末、ドイツのアドルフ・ヒトラーはユーゴスラビアに対して、明確にどちらかにつくよう求め、ユーゴスラビアへの圧力を高め、1941年3月25日の、数軸国加盟へとつながった。その2日後、摂政、パブレは、クーデターにより失脚し、 オイノペータル2世は、成人年齢に達したものと宣伝された。しかし、ドゥシャン・シモビッチ率いる新しい政権はドイツに対し、ユーゴスラビアが数軸国に止まることを確約した。しかしヒトラーは、ユーゴスラビア侵攻を命じた。1941年4月6日、ベオグラードは爆撃され、4月10日、クロアチア独立国は、建国を宣言し、 4月17日、ユーゴスラビア軍は降伏した。セルビア人、クロアチア人、スロベニア人は1929年までは憲法上の民族とされ、その後はユーゴスラビア人に統一された。以下のデータは母語による分類であり、1921年の国勢調査に基づく。ペータル一世、アレクサンダル一世。 1921年8月16日1934年10月9日、ペータル2世カイロ、ロンドンの王党派亡命政権の首相。ありがとうございます。